原亜美のモテの法則、今日も見ていただいてありがとうございます。吉原亜美です。さあ、皆さんに質問です。あなたは一緒にいて楽しい人、もっと一緒にいたいと思われる人、そしてまた会いたいなっていうふうに思われる人になりたいのか、逆にもう二度と会いたくないっていうふうに思われたいのか、どちらでしょうか。多分たくさんの方が前者の一緒にいて楽しい人思われたい、そんな風に感じているんじゃないかなと思います。私も一緒にいて楽しいとか、亜美さんと一緒にいると時間があっという間に過ぎちゃうとかっていう感じの人になりたいなと常思っております。で、今日はコミュニケーションについてお伝えをしていきたいと思うんですけれども、一緒にいて楽しいと思われる人にはコミュニケーションマインドというものが兼ね備えている、兼ね備えられているという感じになっています。で、今日はそのあたりをね、ちょっと紐解いてお伝えしていきたいと思いますので、ぜひ最後まで見てください。で、人ってね、自分と似ている環境が一緒、やっている趣味が同じといったような同質性というものを知った時、やたらと安心感というものを覚えます。で、逆に、あ、この人ちょっと違うな、なんか私とは合わないかもしれない、育った環境も違うし、やってることも違うしっていうところを、異質性、これを見つけると距離を置きたくなってしまうという傾向にあります。ただ私がおすすめしているのは、異質性の人、このカテゴリーにいらっしゃる人からは、知らなかったことを知れて、当たり前だと思っていたことが当たり前じゃない、そんな刺激のある世界というものを見せていただける存在だと思っています。でも、どうしてもこの人違うなっていう人とは距離を置いてしまうというのが人間の傾向、本質、性質でもあるんですが、できたらこの異質性を持っている方と仲良くなっていただき、そこから今までの自分とは違う世界っていうものを見ていっていかれると、ガラッとあなたの人生は変わってしまうという可能性も高いので、異質性というところを探し出していただきたいんです。特にこの同質性っていうところに関しては、そんなに意識をしなくっても、毎日の普段の会話から、あ、この人出身一緒なんだ、あ、仕事エステなの、私もそうなのとか、パスタが好きなんです、あ、私もパスタ大好き、どこのお店行かれますか、美味しいとこありますかっていう感じで、同質性というものは本当に見つけやすいんですよ。ただ異質性っていうのはすごく見つけにくい。なんでかっていうと、パッと見た時に、あ、この人なんか違うって思うと、あなたの中でシャッターが閉まってるんです。で、この人の話は聞かない、この人には興味を持たないという、そんな、頭に変わってしまうので、その異質性を見つけるために、会話の中からしていただきたいのが、ん？これどういうこと？それ何？え、もう一回言って、何それ？っていう、なんか、ん？って思うことを見つけ出していただきたいんです。そうすると、意外とあなたが知らないことを発見できたりとか、あなたが見たことのない世界を話をしてくださるっていうことも出てきます。この意外やったわっていうところから、実は私さ、こんなんこんなんでっていう極秘の話が聞けたり、意外な衝撃話が聞けたりっていう風になっていくと、ギャップを見つけるとね、相手のことがめちゃめちゃ好きになる。この人はきっとこうだろうって思い込んでた人が実は違うと、お、そうなんだっていうところから、相手にものすごい興味が湧くっていう傾向にあるんです。で、今日はね、その人と
この人と一緒にいると楽しいな、この人と一緒にいたいなって思われる人になっていくための要素っていうところでお伝えをしてきているんですが、まずあなたの周りにいらっしゃる人に対しては同質性も異質性も全員兼ね備えているという目を持っていただきたいんです。そしたらあなたの周りにいる人全員あなたにとってすごく素敵な出会いに変わっていく。でも違うからって言ってシャットアウトしてると、もうその時点でその人との関係性っていうのは築けないっていうことなんです。で、異質性がある人に関しては、ああもうこの人絶対ちゃうわ、私の世界の人とは違うから近づかんとこうって思ってても、え、エステティシャンやったんってなると、あ、私もなんですって会話が弾み出す、そんな感じなんです。どっちもあなたにとっては素敵な出会いになっていくので、ぜひ相手さんの異質性、お、意外っていうところをたくさん見つけていただいて、人といい関係性を築いていっていただきたいなと思っているわけです。で、多分あなたにも人と同じ箇所、兵庫県出身とか、お好み焼きが好きとか、ける君が好きとか、そういう同質性の部分っていうのは確実にあります。そして異質性っていうところも絶対あるんです。で、この両方を兼ね備えている人になっていくと、実はめちゃめちゃ興味を持たれて、相手はあなたのことを大好きになり、そしてこの人とまた会いたいな、ずっと一緒にいたいなって思ってもらえる傾向になっていくという、そんな感じのお話でした。さあ、あなたは今日たった今からこの人違うよなって思っていた人の異質性を見つけていけるのか、この人を似たカテゴリーにいるよな、だから大好きって思ってた人の中からギャップを発見できるのか、それによってそこをギャップに話の焦点を持っていってあげると、実はもっと深い関係になっていけるという可能性が高いので、ぜひ周りの人全員同質性もあって異質性もあって、当然その同質性の人は自然と仲良くなれる可能性があるから、異質性の人のおおっていうところを発見していこうっていう風に変えていただくと、もっと素敵な出会いが待っていると思いますので、ぜひやってみてください。